魚魚魚魚前回の酒蔵エンダーマン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 を倒したさあさあさてさてどうも魚でございますよ。 うるさマジでちょっとスピーカーの音めっちゃ上げすぎてちょっと耳破壊されるかと思った。もう今1時間ぐらい放置してるんですけどこの経験値トラップ、ゾンビの動きカックカクカックカクですね。やばいわ。でもフレームレート自体はそんなに落ちてないんだな。どこで見るんだっけフレームレート、どこだ。ああ、左上か。 100fps ぐらい。まあまあ出てる出てる。ではでは産卵期の魚いきますか。よし行くぞ。今回はですねエンダードラゴンの戦う準備、エンダードラゴンと戦う準備をする準備会というかそんな感じですね。まあ次回エンダードラゴンと戦うと思っているのですが、まあ準備会ですね。同じこと言ってるわずっと。行くぞ行くぞ。これ消して行くぞ行くぞ。やっぱこれ 手がすげえんだよな。前これあの収録外なんですけど、なんか一瞬ここに当たったらなんか連続攻撃みたいな感じになって一瞬で死んだんでね、当たらないように気をつけながら、このどうやって出すんだこれだ、このスプラッシュ中のポーションを、あ違うんだ操作が分かんねえんだよ。また来ちゃったまた来ちゃった。待つかこいつ来るの待つか。まあ、いいか行ったれ。ほっ どうなる。ちょっと離れるか。おお来た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 ぞガックガクで、こうかこうだな。来た来た来た。産卵期の魚です。産卵期の魚なんだこれこの画面なんだよマジで。来た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 。おお何 FPS なんだろうこれ。見えるかな。 F3 押したけど今出ねえ。 F3 押したよ。あ、速くなってきた。 OKOK、速い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 ぞ。よーし、ほら卵ついてこい。ほらほらなんだこれ、めっちゃゲロ吐いてるみたいで、ゲロ吐いてるみたい。うれー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 。やめとこ。あ、なんかいっぱい落としてる、いっぱい落としてる後ろに。なんだこれ、曲芸師みたいな。曲芸師曲芸師大道芸人、弾ぶん投げる人、弾ぶん投げる人、弾を操る人みたいな。41か42レベルぐらいまで上がってほしいんだな。エンチャント弓の無限のやつ、無限のエンチャントがかかった弓が欲しいんだ。うん、あれがあった方がエンダードラゴンと戦いやすいらしいからね。さてさて今回は内容マジで薄いぞ。というか本当にもう今日は準備ただするだけなんでね。まだあのコメント欄でこれ持っていけみたいなのがあったら、明日収録何時ぐらいするか分かんないですけど、まあアップしてからまあ今日中あたりにコメントしてもらえれば、明日ねエンダードラゴンと戦おうと思ってるんで、こちらの方に反映できるかと思いますよ。トロッコに乗っていく。ビューンビューン。いやーこのトロッコもね、そう作ったんだよな、わざわざこの床板っていうかさ、下のとこわざわざこんな交互にするって言わなきゃね、もっと早くできたっていうやつなんだけど、この変なとこに手間かけるの好きなんだよね。うん、謎のこだわりみたいなね、よくないよな。凝り性でもないし、中途半端だもん。デザイン性はないじゃん、屋根とかね。うん、ベッド置きっぱなしあそこ作業中のやつ。さてさて、なんかいつも思うんですけど、このマイクラのなんか空っていうか全体的に映像が若干暗い気がするんですよね。多分モニターの設定なのか分かんないですけど、なんかその辺ね、エンダードラゴン倒したらもっと解禁しようと思ってたんで、どうするかなといった感じ。よいしょ。さてさて、神殿さんはね
そんなに前回と変わってないんで、まだ見せるところはないですね。さてさて、今回はエンチャントか。エンチャント、エンチャント。さてさて、じゃがいももしまってしたら、お、ピックマンいる。あ、ピックマン来てる。こんにちは、ピックマンさん、こんにちは。帰ろうか、帰ろう、帰ろうか。ほんにゃらほんにゃら、エンチャント、ここにラピスラズリがしまってあるぞ。で、もう結構前なんですけど、僕がここに松明置いてたんですよね。松明置いてたら、あのコメント欄でも、あのマジ滑舌全然回ってないけどやばいね。なんで、まあ今日寝起きでやってますよ。寝起きで頑張って声出してるんですけど、やっぱりね、舌は正直ですね。うん、上の口は正直です。やめとこ、やめとこうか。あのコメント欄でね、松明置いたらダメですよねってあったんですけどね、マジでしたね。マジでやめた。ほんとひどいな、滑舌が。終わってるわ。まあ何言ってるかどうかはね、まあ各自あの心の中で字幕つけてください。まあいいや、エンチャント行こうか。じゃあラピスちゃん置いて、なんか捨てエンチャントとかあるんだよね。あ、無限ついたしょ、やったー。はあ、マジかよ、ひどくない、ひどくない、これ。1回目でつくやつある。あー、ひどいよ、もうやる気なくなるわマジで。どうしよう、なかったことにしようかな。めんどくせえ。あ、はい、無限だけ、無限だけつきましたね。まあどうせだから、あと2本ぐらいやっちゃう。フレーム、フレーム、プリーズ、ウィザードですね。フレーム、同じかこれ。フレーム同じなんだ。まあフレーム作ってみようか。ダメージ増加4、フレーム無限ついてる。は、え、正解これじゃない、これ燃えるんでしょ、要は。ちょ、待って待って待って、ええ、フレーム付き無限、無限、あ、そっか。でもそうか、結局エンダードラゴン挑んでもやられる可能性があるから、まあ何本か作っといていいのか別に。耐久力3、耐久力3で無限ついたりするのかな。はっ、つかないね。あと1個、あ、2個いけるか。30レベルになるからいけるわ。パンチ2、佐藤、あ、つかない。じゃああと1個、弓、射撃ダメージ増加4、サイス、あ、つかないか。無限2個つきましたわ。確かこの無限は、あ、なんかエンチャントのなんかウィキのページ見てたら、なんかつく確率がシルクタッチぐらい低いやつみたいですね。なんですけど2連続できましたね。しかも1個フレーム付きだから、だから、まあ、戦法としてはエンダードラゴンはあのなんか回復するなんかオーブみたいなのがなんか置いてあって、エンドの世界にそれをまず破壊して回復しないようにしてからなんか戦っていくスタイルになるんですけど、まずじゃあこの無限付きのやつで、その回復するブロック、オーブみたいなやつをぶっ壊して、で多分そこで多分やられちゃうんで、したらそのエンドのポータルの前にどっかあのベッドとかなんかチェスト置いといていく感じ。うん、フレイムさんを、あ、おるじゃん、いいとこにおるね。あ、薬漬けマンもおるね。さてフレイムを食らえ、いいね。で無限なんだけど、あの結局矢の、矢というか弓の耐久力が、まあ、結局あるんで、まあ無限かどうかはわからないといったところなんで、あの金床かなんかを持っていって、また弓も持っていって、まあ弓がやばくなったら戻って、まあ、修繕する感じでいけばいいのかな。ちょっとむずいね、矢にもなれたいな。そんなね、弓使わないから。ほっ。いいね。当たる当たる。ほっ。いいね。燃えるけど、継続ダメージで倒れるわけではないと。継続ダメージをフルに当ててから、2発目撃てば2発になるかなってぐらいなのかな。そんな感じ？まあ、見た感じそんな感じかな。これ安全に倒せるな。あ、で火薬落とすんだ、薬漬けマンは。でこちら矢を落としてくれるからいいよね、スケルトン。ほっ、いいね。
無限。いや、まあ3本ですけど、だからこう打っても3本ですからね。これが無限。だからなんか打ったとこ分かりやすくていいね。こうやってなんか村にさ、襲撃だーっつって撃つみたいな。飛ぶ？あ、そんな飛ばないんだ。こうやってね、襲撃だーみたいな。あ大丈夫かなこれ、村燃えたりしないかな。まあこれで次回ね、もう早速エンダードラゴンに挑んでいきたいと思います。この動画が面白いだったら動画ダバダバスダバダダバス、あと動画の冒頭の、画像ね、今日のやつはなかなか狂気じみたやつがまた来ましたよ。いいセンスだ。いいよね、あの切られてるやつ。俺かな。いいと思いますよね。ではでは、これかっこよくない？どうなってんの？手どうなってんの？わーい首、あ、これシャツ見えちゃうんだ。これこの防具は首の周りはてか、なんだろう、これ筒をかぶってるみたいな感じなんだ。まあいいや、また会おう。では胴体では倒せないんですね。で、まあ話の流れで特に何も言わなかったけど、テントがあったんでね、ここ見ていきたい。水場があれば嬉しいんだけども、バケツを作っちゃった方がいいかな。あー、殴るか。怖いけど殴ろう。